桜祭りのぼんぼりに書かれた衝撃の言葉。アイドルファンの熱い推し活動が明かす真実。中目黒の桜祭りは、毎年数百万人の人々が訪れる都内でも有数のお花見スポットとして知られています。そしてここ数年、その祭りにはなぜか男性アイドルの名前が書かれたぼんぼりが目立つようになりました。 商店街の店名に混じって現れるこれらのボンボリは、なぜ地元の商店街と今をときめくアイドルの間にご縁が生まれるのでしょうかその背後には、知られざる推し活、カルチャーが存在しているのです。桜祭りの名物として知られる、共産ボンボリは、地元商店街の飲食店などの名前が記された約3000個のボンボリです。 夜になると、これらのぼんぼりがライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出し、人気の撮影スポットとなっています。しかし、商店街を歩いていると、桜ではなく熱心にぼんぼりにカメラを向ける人々の姿が目につきます。そして、そのほとんどが女性であるというのが興味深いところです。彼女たちが撮影しているぼんぼりには、誰もが知る男性アイドルの名前が記されています。 祝ルイビトン平野賞祝神清野ド,ドリジュシーニ平野賞といった具体的なメッセージが書かれています。こうしたボンボリが存在する背景には、ファン同士が SNS を通じてつながり、一緒にイベントを盛り上げようとする推し活の文化があるのです。日本だけでなく、韓国発祥のセンイル広告など、 ファンが自らのお金や時間を投じてアイドルを応援する文化は世界中で広まっています。日本でもこの文化は徐々に浸透し、広告代理店の調査によれば、2023年度の市場規模は377億円に達するとされています。その一環として、推し活が地元の桜祭りにまで波及するようになったのです。商店街の役員によれば、 商店街とアイドルの関係は30年前に遡ります。当時、目黒川の改修工事によって桜の木が植え替えられた際、地域の発展と桜祭りの復活を目指して商店街の店舗が協力したのが始まりでした。しかし、最近では推し活の影響で、ボンボリには商店街の店名ではなく、ファンメッセージが記されるようになりました。 このような推し活が地元の祭りにまで広がることについて、商店街の役員は喜びつつも、一部で問題も生じていることを指摘しています。ぼんぼりの値段は高額であり、一部の広告主は自分のぼんぼりが目立たないことや、記載内容に不満を持つことがあります。しかし、祭りはボランティアによって成り立っており、商店街の方々もその趣旨を大切にしています。 推し活の一環として、自分の応援するアイドルを祭りの一環として広めたい気持ちはよくわかります。しかし、商店街の方々の思いや祭りの趣旨も考慮しつつ、祭りを楽しんでほしいと思います。なぜ推し活が地元のお祭りにまで波及するのかそれはファン同士のつながりや応援するアイドルへの愛情が、地域コミュニティにも影響を与えるからでしょうか おし活の文化がこれからもどのように発展していくのか興味深いところですね。